アンバー、お前に話がある。イルシオン第一王女の進化が俺に話だと？ブロディア王国の方針について意見があるなら俺に話したって何も答えられないぞ。勘違いするな。政治の話ではない。俺はお前に個人的な用事があるんだ。用事があると言われてもな。別に因縁をつけられるようなことは何も。アンバー、俺にアルパカの毛を譲ってくれないか？え？ある牧場で取れるアルパカの毛が手に入らなくて難儀していてな。風の噂でアンバーがアルパカの里出身だと聞いたんだ。あの里の牧場では他のものと違う一級品の毛が取れると聞いた。まあそうだな。故郷のやつらはふわふわのモコモコだ。やはりな。お前なら容易に手に入れられるのではないか。故郷に頼りを出せば送ってくれるとは思うが、何に使うつもりだ？編み物だ。ゼルコバが編み物？意外な趣味だな。意外な趣味とは失礼だな。編み物は高い集中力を要する立派な工芸だ。俺は一級品の糸であるアルパカの毛を使い至高の作品を作り出したいんだ。分かった。そういうことならどうにか手配しよう。ゼルコバが編み物で何を作るのか見てみたいしな。アンバー、協力感謝する。お前だけが頼みの綱だったんだ。待たせたな、ゼルコバ。故郷からアルパカの毛が届いたぞ。おお、これがアルパカの毛か。噂通りふわふわでもっこもこだな。そうだろう。アルパカの毛は暖かくて軽い、それでいて頑丈という完璧な素材だからな。まさしく一級品だ。これさえあれば最高の一品を作り出せること間違いなしだ。アンバー、恩に切る。これで至高の編み物ができそうだ。俺の家族もアルパカの毛を使って編み物をやるんだ。中に着ているセーターは父さんが編んだものなんだぞ。ほう。アンバー、それで謝礼なんだが。金なら必要ない。これはゼルコバへの贈り物だ。得たものには対価を支払う。でなければ借りを作ることになってしまうだろう。いいんだ。ゼルコバのことを手紙に書いたら故郷の家族が喜んでさ、無償で提供したいって返信に書いてあったんだ。ここは俺の家族のためにも贈り物として受け取ってくれないか？そういうことなら受け取ろう。ただしアンバーの家族以上のセーターを編んでそれを感謝の気持ちとして送る。そうすれば言葉や他のものよりも俺の気持ちを伝えることができるだろう。そうか。ゼルコバが編んだセーターをもらったらみんな喜ぶだろうな。ならば決まりだ。アンバーの家族が惚れ惚れするような一品を作ってみせよう。セーターが完成したぞ。これをアンバーの家族に送る。これは編み目も綺麗で糸割れもない。すごいぜ。これはまさしく家族のセーターの上を行く一級品だ。これで礼はしたぞ。ではな。あ、ゼルコバ、待ってくれ。どうした？まだ何かあるのか？こんな短期間で家族のセーターを超えるなんて普通できないぜ。力を入れた趣味とはいえどうしてそこまでできるんだ？俺にとっての趣味は生きる目的を失った時の備えのようなものだ。備え？人生において一番恐ろしいのは目的を失った時だ。今はアイビー様をお守りするという目的があるが、これから先平和になった後はわからない。だからこそ夢中になれるものが必要なんだ。いつでも新しい目的が見つけられるようにな。そうだったのか。俺は毎日が楽しくて、そんなことは一度も考えたことがなかったな。それはとても幸せなことだ。俺もアンバーのようになれたらいいんだがな。なあ、もし戦争が終わってゼルコバが生きる目的を見失ったら、俺の故郷アルパカの里に来ないか？アンバーの故郷に？その編み物の腕なら働き先はいくらでもある。アルパカの毛を使って服や装飾品を作り放題、アルパカにも乗り放題だぞ。確かにそれは飽きることがなさそうだ。もちろん他に目的があったとしても旅行に来てくれて構わない。俺を含め家族全員で歓迎するぞ。ああ、ぜひ立ち寄らせてもらうとしよう。将来のことはわからないが、アンバーのおかげで楽しみが増えたな。なんだって。びっくりした。どうしたんだよ。今カードで占いをしたんだ。そしたら選ばれし伝説の男がすぐ近くにいるって。何？選ばれし伝説の男？どこだ？どこにいるんだ？その男は明るくて元気な美男子らしい。まさかもしかしてそれは俺のことじゃ。でも残念ながらバカのようだ。俺じゃないな。その男はある動物と深いつながりがある。これはアルパカか？アルパカ？俺だ。それは俺のことだ。間違いない。じゃああなたが伝説の男？多分な。でもどういうことだ？一体何に選ばれたんだ？占いによると、どうやらあなたは近い将来救世主になるらしい。救世主？本当か？かっこよすぎるだろう。近い将来っていつだ？それがまだわからないんだよね。わかり次第声をかけるよ。わかった。首を長くして待っているぜ。アルパカのようにな。よく来てくれたね、アルパカのバカ救世主。その言い方はやめろ。急にかっこ悪くなるだろう。占いによればあなたが救世主になるのは今日らしい。本当か？ついに俺が救世主に。で、何をすればいい？雨を降らせてみて。はい。雨を降らせるってどうやってだよ。さあ、俺には分かんない。そんなの絶対に無理なやつじゃん。選ばれし伝説の救世主ならできるはずだ。俺の占いにはそう出てる。本当か？ならやってみるよ。俺は選ばれし者、救世主の役目を果たすべくこの地にやってきた。めやめやめや。はい。レフトもレフレフめやめや。なんなんだこの呪文は。アルパカアルパカ、雨雨フレフレ。はあ。どうだ、雨は降ってきたか？いや、一滴も。そうか。くそ。残念だよ。占いは外れたみたい。手間を取らせて悪かったね。いや、俺こそ悪かった。アンバー、ちょっといいかな。セアダスか。いや、しばらく放っておいてくれ。あんたの顔を見ると自分を救世主だと思ってぬか喜びした苦い思い出がよみがえる。その話なんだけど、雨は降った。あなたは救世主だ。え、いやいや、さすがの俺もそんな嘘には騙されないぞ。だってあの時雨は全く降らなかった。俺が落ち込んでいると思って元気づけようとしてくれる気持ちはありがたい。でもそんなことしなくても大丈夫だ。むしろ逆に傷つくぜ。違う、そうじゃない。本当に降ったんだよ。俺たちがいたあの場所じゃなくて隣町に。その町は長い間雨が降らず、農作物は全滅寸前だったらしい。それが何の前触れもなく局地的に雨が降り始めたんだってさ。アンバーがわけのわからない術を唱えた直後のことだよ。なんだって。俺すごすぎるだろ。ずっとなりたかった、すっごくかっこいい救世主じゃないか。嬉しいぜ。誰かを救えることがこんなに嬉しいなんて。今度戦が落ち着いたら一緒に隣町に行ってみよう。アンバーのことは俺から説明するよ。彼がアルパカのバカ救世主だってね。やだ冗談だ。ちゃんと紹介するよ。選ばれし伝説の男だってね。ありがとう。じゃあ彼を見出した天才占い師のことは俺が説明するぜやめてよ、照れるから。俺たち意外といいコンビかもな。まあ不本意だけど占いによるといい友達って出てるしね占うまでもないぜ。じゃあ何かうまいものでも食べよう。救世主の誕生と友情の始まりに乾杯だ。アンバー、今日もいろいろと話を聞かせて。小説の参考にするから。ああ、分かった。俺の活躍が小説になるなんて最高だぜ。まずはアンバーの好きなものについて教えてもらえるかしら。俺の好きなものと言ったらアルパカしかないな。昔は一日中アルパカを乗り回していてな。アルパカ騎乗の達人と言ってもいいだろう。なるほど。近くにアルパカがいればすぐ俺の勇姿を見せられるのだが、あいにくこの辺りにはいないからな。残念だ。何この音は。これはアルパカの走る音だ。本当だわ。暴走してこっちへ向かってくる。ここは任せてくれ。俺はアルパカ騎乗の達人だからな。そこのアルパカ止まれって。うわ、暴れるな。ああ、アルパカに振り落とされて池に落ちてしまうとは。どうして突然現れたのかしら。なんとか捕まえられてよかったけど。結局ジェーデが捕まえることになるとは。やっぱり俺は何をやってもジェーデにはかなわないんだな。そんなに落ち込まないでいいわよ。池に落ちるアンバーから発想が湧いたから。今回も面白くなりそうよ。ありがとう。アンバー、今日も話を聞かせてもらうわね。その前にジェーデに頼みがある。アルパカの捕獲に失敗したこと小説に書かないでほしいんだ。え？アルパカを捕まえられないということは俺の故郷ではとてつもない恥なんだ。この前は落ち込んでて頼むのを忘れていたが、見なかったことにしてほしい。急にそんなこと言われても約束はできないわ。アンバーを題材にする以上避けて通れない話になるかもしれないし。だったら手合わせをしてくれ。それで俺が勝ったら書くのはなしだ。私はそれでも構わないけど。ジェーデと戦うのはディアマンド様の進化を決める武術大会以来だな。あの時俺は決勝戦でジェーデに負けた。それ以来何をやっても俺はジェーデに勝てる気がしなくなった。あの決勝戦のことなら仕方ないんじゃない？アンバーは試合開始直前まで迷子の子供の親を探してバタバタしていたから。そんなこと負けた理由にはならない。そもそも親を見つけたのはジェーデだっただろう。まあそうね。成功を手にするのはジェーデで、俺はいつも2番手。アルパカのことだけじゃない。これを機に俺は2番手を卒業する。ジェーデ勝負だ。勝負ありね。やはりジェーデには勝てないのか。私が勝ったんだから好きに書かせてもらうわね。約束は約束だ。好きに書いてもらって構わない。そうさせてもらうわ。作品が完成したら一番に見せに行くわね。小説が完成したわよ。アンバー、読んでみてくれないかしら。わかった。正直読むのが怖いが確認させてもらおう。これは本当に俺を題材にした本なのか。もちろんアンバーから聞いた話を参考に書いたわ。でもアルパカを止められなかったことが書かれてない。それどころか全編にわたって俺がかっこよく書かれてるじゃないか。アンバー、あなたは2番手なんかじゃないわよ。アルパカを真っ先に止めようとしたのはあなた。武術大会で迷子の親を先に探していたのもあなた。あなたはいつも私より先に行動していたじゃない。心優しくて強い。私もディアマンド様も一目置く頼もしい進化よ。ジェーデ、ありがとう。この小説とジェーデの言葉で自信が湧いてきた。私たちは背中を預け合う仲間だもの。自信を持ってもらわないと困るわ。ああ、もっと強くなって本の内容に見合うような男になってみせる。期待してるわよ。よし、こうはしていられない。すぐに鍛錬開始だ。足元に石が。行ったそばから転ぶなんて先が思いやられるわね。これからも強さと優しさと面白さでみんなを楽しませてちょうだいね。行ってみたいな。でもな、一人じゃな。どこに行ってみたいのでございますですか？ここだけの話なんだけど、すぐ近くの森に伝説の屋敷があるんだ。伝説の屋敷？そう、その屋敷にはかつて伝説の騎士が住んでいたらしい。彼は数々の戦で功績を挙げた有名な騎士だった。しかしある日戦場で亡くなってしまった。するとその翌日から屋敷に騎士の亡霊が出るようになったという。亡霊？騎士は自分が死んだことを分かっていなくて屋敷の中をさまよっているのだとか。それはお化けでございますですな。まあそういうことだろうな。行ってみたいでございます。私お化けが大好きなのですわ。おお、だったら話が早い。一緒に行こう。俺も行きたくて仕方なかったんだけど一人だとなんか行きにくくて。ディアマンド様を誘ったんだけど一瞬で断られてさ。ではぜひ私をお供に。すっごい行きたいでございますです。よーし決まりだ。ビビるんじゃねえぞ。来たぞ。ここが伝説の屋敷だ。ゾクゾクする、ワクワクする、鳥肌ものだ。お化けなかなかいないでございますですね。そう急ぐな、もうその辺にいるかもしれないぞ。え、どこでございますです。お化けはここだ。はい、なんでございますですの。いや、なんでもない。ちょっとふざけただけだ。思い切り脅かしたのに全く驚かないなんてすごい神経だな。でも正直な話、ここにお化けはいないかもな。え？伝説の屋敷だってことは間違いないんだけど、お化けのことは本当かどうか。いるでございますです。そう言いたい気持ちはわかる。でも、いえ、本当にいるでございます。俺も存在自体を疑ってるわけじゃない。でもそうではなくて、いるでございます、そこに。え、そんな、まさか。姉とね、この間のことは忘れてくれないか。伝説の屋敷の隣の民家に忍び込んでしまうと。私も住民の方々をお化けと間違えたでございますので、お恥ずかしい限りでございますです。間違えただけならいいさ。俺なんかあの後伝説の騎士だと思って住民と握手しちゃったからな。ディアマンド様に話したら、君は伝説のバカだなと大笑いされたよ。伝説のバカ。 笑うなって言いたいところだけど、今日のところは黙っておくよ。とにかく本当にすまなかった。全然いいのでございますです。楽しかったですますから。楽しかった？お化けに会えなかったのにか。確かにそれは残念でした。でも私はお化けをはじめ普通の人々が苦手としているものが好きでございますです。それはあなたに関しても同じこと。普通の人はあなたを苦手だと思うかもしれませんが、私にとってはあなたはとっても好きな部類でございますです。褒められてる気がしないんだが。もちろん褒めているのでございますです。そっか、それならいいや。一緒に行ってくれたのがパネトネでよかったよ。この間みたいな目にあっても楽しんでくれる人なんてめったにいないからな。また一緒にどこかに行こうぜ。それでしたら行きたい伝説の場所がございますですの。どこだよ。かなり辛い食べ物を出すお店があるらしく、そこに行ってみたいでございますです。それのどこが伝説なんだ。あまりに辛くて完食した人が一人もいないみたいで、伝説の激辛店と呼ばれているそうでございますです。ああ、そういう意味の伝説ね。でもまあ喜んで付き合うぜ。この間のお詫びだ。やったでございますですわ。アンバー、ブロディア王国の騎士は普段どうやって鍛えているんだい？鍛え方？どうしてそんなこと聞くんだよ。昔から僕はブロディア王国の騎士に憧れていてね。武力の国とも言われるブロディアの鍛錬方法がどんなものなのかずっと気になっていたんだよ。確かに俺たちの国には屈強な戦士が多い。それは鍛錬方法より環境の問題が大きいんだ。ブロディア王国には険しい崖や峡谷が多い。土地も痩せていて作物を育てるのも大変だ。人々は工業などをなりわいにして自然と力がついていったというわけだ。なるほどね。日々の暮らしの中に強くなるための鍛錬が含まれていたというわけか。俺も昔はアルパカ牧場の手伝いをしていたな。餌やりや掃除でかなりの体力をつけたものだ。アルパカってあの珍獣で有名なアルパカかい？すごいじゃないか。僕は珍獣が大好きなんだ。牧場にいたのなら詳しいだろう。もっと彼らの生態を教えてほしい。アルパカはモコモコで可愛いぞ。こちらを警戒してたまに唾を吐いてくるのだけは危険だな。唾を、うわぁ、なんて愛らしいんだ。浴びてみたいぐらいだよ。絶対にやめた方がいい。強烈な匂いが消えずしばらく落ち込むことになるぞ。俺の身のこなしはアルパカの唾を避けて身につけたと言っても過言ではない。やっとどうだ、すごいだろって。ああああ、いたった。かっこいいところを見せようとしたのに、まさか石につまずいて転ぶとは。うわ、さすがブロディア王国の騎士、とっても素晴らしいよ。え、ブロディア王国の騎士は強いだけではなく、わざと転んで笑いを取る柔軟性まであるんだね。これからもぜひ強さの秘密を教えてくれよ。本当はただ転んだだけなんだが、メリンが喜んでいるなら訂正する必要もないか。今日は僕にアンバーの強さの秘密について教えてくれないか？強さの秘密か。それなら牧場で体力をつけたことに尽きるな。体力が大事ってことかい？そうだ。体力さえ続けばいくらでも鍛錬ができる。なるほど、勉強になるね。それにしてもアルパカのお世話で体力が培われるなんて夢みたいな話だよ。僕の国にもアルパカがいたらな。体力作りなら俺が付き合ってもいいぞ。本当？まずは何から始める？走り込みか、それとも体幹から鍛えるか？それなら今の自分の体力を測るために、まずはアンバーと手合わせをしてみたいな。おお、それはいい考えだな。すぐにでも相手になってやろうじゃないか。僕では相手にもならないと思うけど、本気で行くからよろしく頼むよ。参った。嘘、あっさり勝っちゃった。転んで一本取られてしまうとは。なんと深く。この前の作戦みたいに僕のことを油断させようとしたの？メリン、すまない。今日はこれまでにしてくれ。うん。メリン、すまなかった。どうして謝るんだい？この前の手合わせだが本当に負けたんだ。最初に転んだのは作戦なんかじゃない。自分の不注意で転んだだけなんだ。俺は本当におっちょこちょいで、ブロディア王国の騎士になれたのも運が良かったからに過ぎないんだ。そんなことないよ。僕も小さな村出身だから、進化になるための苦労はよくわかる。ものすごい努力をしなければブロディア王国第一王子の進化にはなれないさ。おっちょこちょいかもしれないけど、アンバーが立派な騎士なのは間違いないと思う。ありがとうメリー、そう言ってもらえて嬉しいよ。俺はもっともっと強くなりたい。メリー、これから鍛錬に付き合ってくれないか？もちろんだよ。ブロディア王国の騎士と鍛錬するのは光栄なことだからね。よし、燃えてきたぞ。今日からとことん鍛錬だ。おっちょこちょいを直して恥じることのないブロディアの騎士になってやるぜ。ブロディアの騎士の強さってこういうひたむきな姿勢にあるのかも僕も見習わなくてはね。